ダニエル・アレクサンダー・ハルゼンは、アメリカ合衆国メリーランド州、モンゴメリー軍ベセスラ出身の元プロ野球選手。左投げ左打。2008年の MLB ドラフト従順目で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名されたが、入団せずに、バージニア大学へ進学した。大学3年間の通算成績は32勝5敗、防御率2.04。 320イニングで395奪三振。勝利数と奪三振数で、従来のチーム記録を更新した。東大にわたる活躍でジョン・オルルド賞を受賞している。2011年6月の MLB ドラフト一巡目で、シアトル・マリナーズから指名を受けた。8月15日に、ドラフト史上5位となる5年総額850万ドルのメジャー契約で入団に合意した。 出来高を含めた金額は最大1060万ドルに達する。同年10月にアリゾナフォールリーグでプロデビュー。2013年は左肩関節唇と回線ス受験板を損傷し、ジェームス・アンドリュース医師による執刀を受けた。このため残りシーズンを全休した。2014年も手術の影響でシーズンを全休した。2015年、 AAQ、ジャクソン・ジェネラルズでプレーし、3試合に先発登板したが、0勝1敗、防御率5.62と、結果が残らなかった。11月20日に、ディエフェとなった。2016年オフに自由契約となった。2017年は、どの球団にも所属せず、バージニア大学の学位取得に費やした。二千十八年二月十四日にシカゴ・カブスと、 マイナー契約を結んだ。2019年はマイナーで主に参加のトプル a 級、アイオ a カブスで、リリーフとして登板した。ロースター枠の広がった9月7日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りし、翌8日のミルウォーキーブルワーズ戦で、メジャーデビュー。オフの12月2日にノンテンダー FA となったが、16日に、マイナー契約で再契約を結んで2020年の、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2020年オフの11月2日に FA となった。2021年1月14日に現役引退を表明し、今後はカブスのフロント入りすることが発表された。キャリアの初期には、その抜群の請球力からグリフェリーと比較されることも多かった。ありがとうございます。